お？人がたくさん集まっておるぞ。何か面白いことでもやっているのか？余計なことに首を突っ込まないでください。今はもっと大事なことがあるでしょう。ちょっとだけ、一目見るだけだから。おお、綺麗な獣人のお姉さんが演奏しているぞ。なんて美しい音楽だ。まるで暖かな水の流れに包まれているような気分。周りの者たちもみんなハープの音に酔いしれているようだな。スイヤ、あそこにいるのはさっきの男ではないか。ん？あいつは間違いない。絶対にひっ捕らえて逆さづりの刑にしてやる。本日の演奏はここまでです。皆さん、聞いてくださってありがとうございました。数日後に開かれるロマンソレイユの公演でまたお会いしましょう。シェディとの約束ですよ。ああ、おぉ、主ら、押すな、押すなと言っておろうが。くそ、観客がはけた隙に逃げたな。いやあやあ、先ほどの演奏とても素晴らしかった。あんなに美しい音楽は生まれて初めて聞いたぞ。何か探しているようだが、手伝おうか。あ、大丈夫です。遠慮することない。旅は道連れ、世は情けと言うだろう。何があったのだ？その、実はここに置いたお財布が見当たらないんです。中には母が唯一残してくれた写真が入っているのに。また盗みか。きっとあいつの仕業だな。安心しろ、私が必ずあの盗っ人を捕まえてやるからな。私のお財布を盗んだのが誰なのか知っているのですか？ああ、私もあいつに物を盗まれたからな。あの顔は絶対に忘れてたまるものか。あのワカメ頭め、もう絶対に許さないからな。待ってろよ。まだあの人で確定ではありませんが、可能性は高いと思います。よし、手分けして探そう。どうやら誰も収穫はなかったようだな。大丈夫、絶対に逃がしはしない。私の親友があのワカメ頭を見つけてくれるさ。そうだ、お主の名は何というのだ？犯人探しに夢中ですっかり聞くのを忘れておった。あ、申し訳ありません。自己紹介もせず大変失礼しました。私はシェリー・グリーン。シェリーとお呼びください。ロマンソレイユの団員です。よし！ではキャプテンバーに行ってみるか。あそこなら知りたい情報が手に入るはずだ。あら？スイヤちゃんじゃない。ここに来るなんて一体どういう風の吹き回しかしら。どれどれ、少しは大人になったかしら。お姉さんに見せてみなさいな。やめー、まったく相変わらずだな。いい年してその軽いノリはそろそろやめたらどうだ。このままじゃどこにもお嫁さんに行けなくなるぞ。
まあそんなわけないじゃないの。私は今が一番食べ頃なのよ。そうね、そこのあなた、さっきからずっとこっちを見つめちゃって。もう若い子は本当に正直なんだから。あら、恥ずかしがっちゃってかわいい。そんなかしこまらなくてもいいのよ。こっちへいらっしゃい。お姉さんがよしよししてあげるわ。はいはい、冗談はそこまで。今回お主に会いに来たのは聞きたい要件があるからでな。それも2つ。1つ目はエルボ伯爵に関する情報だ。伯爵は以前パールブルー海岸に来たことはあるか？あら、エルゴ伯爵？どうしてその人のことを聞くの？どうやら何か知っているようだな。例えば見明かしの試練やその類の話について何か聞いたことは？聞いたことないわね。それにその人のことはあまり聞かない方がいいわよ。おいおい、それがトムに対する態度か？友達だと思ってるから忠告してるのよ。それでもう一つの要件は何？お主、ふん、ワカメ頭の男が私らの持ち物を盗んだのだ。それとこの子の財布もおそらくそいつが盗んだ。その男の情報が知りたい。ワカメってもっと具体的な特徴はないの？ボロボロのズボンを履いて、上半身は裸、頭には緑の鉢巻きを巻いていて、ドレッドヘアで顔色が悪い。それからかなり塩臭かったな。うん、やっぱり要望を明確に伝えてくれるお客様の方が助かるわ。それじゃあここはお約束通り払うものを払ってもらおうかしら。はあ？お約束？スイヤちゃん、あなた久しぶりすぎてお約束も忘れちゃったの？その久しぶりに会う友からも金を取るのか？この金の亡者め！なら仕方ないわね。ただで情報が欲しいのなら自分たちでバーにいるお客さんたちに聞いてみれば？ああ、聞いてみるとも。そこで見ておれよ。どうやらここでは有力な情報は手に入りそうもないですね。ものすごく不本意ではあるが、あの金の亡者に頼むしかないか。くっそー、いつか絶対に金を取り返してやる。あらあら、いらっしゃいませ。収穫は得られなかったみたいね、スイヤちゃん。ふん、悔しいが今回はお主の勝ちだ。それでいくら払えばよいのだ？本当は1万ルマと言いたいところだけど、ここは長年の友情に免じて5000ルマでいいわよ。どう？はいはい、金を取っといて何が友情だよ、まったく。というわけだ、よろしく。そんな顔で見るなよ。私がそんなお金持ってるわけなかろう。ここはお主に頼んだ。私が払います。皆さんにはお世話になっていますし、少しでも恩返しをさせてください。確かに受け取ったわ。あなたたちが探している人はエドワードよ。ほら、そこにいるわ。
いつだ。しかも通信装置を持って歩き回ってるぞ。忠告してあげるけど、あいつは盗んだものをここに持ってきて売りさばこうとしてるの。だからあいつが買い手を見つける前にさっさと問題を解決した方がいいわよ。買った相手はそれがどこから来たものかなんて気にしないからね。くっそー、あいつを捕まえて吊るし上げて乾燥わかめにしてやる。金は後で返してもらうからな。おい、そこのお前、止まれ。しまった、なかなか。だが俺は負けないぞ。秘密の武器があるからな。俺の魔獣の力、思い知るがいい。少しは強いのだろうな。今の私はものすっごく頭にきてるから手加減できんぞ。降参！これは返す。ずいぶんと切り替えが早いようだが、これで終わると思うなよ。このワカメ頭め、今から乾燥ワカメにしてやるからな。勘弁してくれ。俺はただ急ぎで金が必要だったんだ。出なきゃこんなことしねえよ。たとえどんな事情があっても悪事を働く理由にはならん。そいつの言うことを信じる必要はない。大方賭けで酒代がパーになったとかであろう。酔っ払いはみんなそうだからな。違うんだ、俺は船を調達してトリアイナ諸島に行きたいんだよ。今から話すことは信じられないかもしれないが、でも全部本当なんだ。信じてくれ。俺は7年前にこの島にやってきた。だがそれ以前のことも、自分が誰でどこから来たのかも覚えてない。記憶喪失。この7年間、俺は常に悪夢と耳鳴りに苦しめられてきた。でも最近どういうことか、耳鳴りに混じってかすかに俺を呼ぶ声が聞こえるんだ。トリアイナ諸島に行けって。なんとなくなんだが、そこに行けば記憶を取り戻せる気がするんだ。だから俺はどうしてもトリアイナ諸島に行かなきゃならないんだよ。頼む、俺を助けてくれないか。がそう言うなら、私たちと行動を共にすることを許そう。本当か？ありがとう。それが嘘じゃないといいがな。私がずっと見張ってることを忘れるなよ。
らまあ、またお客さんが逃げちゃったじゃないのさ。まったく全部ワカメ頭のせいだぞ。これ以上はビタ一文払わんからな。大丈夫よ、どうせお客さんの喧嘩は日常茶飯事なんだから、これぐらいでお金を取るつもりはないわ。ほう、ずいぶんと太っ腹ではないか。じゃあもう一つ無料でアドバイスしてあげるわ。取り合いの諸島には決して行かないこと。取り合いの諸島周辺の海域はとても危険なの。今まで何隻もの船がそこで姿を消してるわ。命知らずな海賊以外、あそこに近づこうとする船なんてめったにいないの。何より今は海魔祭の真っ最中なのよ。この時期に船を調達するなんて無理な話よ。でも、もし行きたければあなたなら何とかできる。いくら出せばいいですか？それがお約束なのでしょ？なんて頭のいい子かしら。ますます気に入ったわ。でも久々に旧友が訪ねてきたんだもの、私だって少しはサービスしちゃうわよ。その代わり、島に着いたらそこを根城にしている海賊たちをやっつけてほしいの。話の早い人は好きよ。とにかく海賊退治がお題ということでよろしくね。取り合いの諸島に行くなら海岸の船着き場で金髪のフェシルに会うといいわ。まあ、あなたたちを船に乗せてくれるかどうかは彼次第だけどね。シェリーとはここでお別れだな。財布も戻ったことだし、これ以上私たちと一緒に行動して危険な目に遭う必要もない。あの、実は私も皆さんと一緒に取り合いな諸島に行きたいんです。取り合いな諸島には海魔人ハドソが封印されているんです。その封印の状況を確かめに行く必要があって。もしかしてあなたはあのグリーン家の方ですか？はい、私の家系は代々この海域を守ってきました。7年前暴れるハドソを制圧して封印したのは私の母と仲間たちです。ですが、私は皆さんにグリーン家のものではなく普通のシェリーとして接してほしいです。母が亡くなった後、グリーン家の人間も私一人になってしまいましたし。すみません。最近たびたび海の悲鳴が聞こえるんです。その原因を突き止めるためにも取り合いな諸島に行かないと。もしかしたらハドスの封印を強化する必要があるかもしれません。それなら私たちの目的は一致しているということだな。金髪のフェシルはそこの船着き場にいるはずだ。急いで会いに行こう。突然すまない。あなたはフェシル殿か？なんだ、あんたらも取り合いな諸島に行きたいのか？どうしてそれを？
ったく、毎年いるんだよ、探検やら宝探しに行きたいっていうよそ者がな。あのな、あそこには石と木と海賊しかいないんだ。どうして誰も信じようとしないんだ。ま、あんたらが素直に引き下がらないのは知ってるよ。だから砂浜で運試しをしてもらおうか。今までの奴らと同じようにな。俺の釣り餌用に金のサンドワームを取ってきてくれ。それができれば出航できる船を調達してきてやる。言っておくが、金のサンドワームはかなり珍しい。今までの奴らは一人も見つけることができなかった。サンドワームを取るためのスコップはあっちにある。遠慮せず好きなだけ掘っていいぞ。